松浦浩一郎日仏会館理事長、ケベックとのこれまでの関わりについて、うん、特にユネスコの事務局長やられた際のケベックとの接点についてお話しいただけますか。うん、私はケベックにですね最初訪問いたしましたの、実は、1978年の夏で、当時私はワシントンの日本大使館の参事官をしておりました。で夏休みを利用してですね、パリ生まれの息子2人、当時小学生でしたけども、を連れてですね、車でですね、ぜひケベックから始めてずっとカナダを旅行したいと思いまして、ケベックに連れてまいりました。で、かなりも私も子供も初めてでしたけども、ケベックに行って、私の子供はパリ生まれでしたから、非常にフランス的な雰囲気があるですね、ケベック市の滞在、非常に喜んでくれました。これはまあ、私的な訪問ですけども、私がですね、ユネスコ事務局長になって、カナダとの関係、さらにはケベック州との関係、しっかり伸ばしたいと思っておりまして、その一環で、モントリオール市にですね、ユネスコの統計研究所を置くことになりました。で、これはカナダ政府、それからケベック州政府がしっかり支援してくださるということで、非常に私は嬉しく思いまして、そのオープニングがですね、2001年の11月にですね、モントリオールで開かれましたので、その時に私のユネスコ事務局長としての最初のですね、ケベック州訪問が行われました。その時のケベック州のですね、州政府の幹部の方々、それからいろんな大学関係の方、いろいろお会いいたしました。で、その後私5年後にですね、2006年にもう一度モントリオを訪れまして、その時に、まあ、統計研究所が、カナダ連邦政府、それからケベック州政府のご支援で、まあ、すっかりしっかりした100人以上のですね、研究所になっているのは非常に嬉しく思って、やはりこの統計というものがユネスコの担当してます教育、文化、科学、コミュニケーションの基盤になりますから、非常にまあ嬉しく思いました。で、ケベック州とのですね、協力という点から言いますと、やはり、中核は文化です。それに関連して、松浦様は、そのユネスコの事務局長の時代にその文化の多様性のことで大変ケベックと親しくこの交流されたという話を伺ったんですが、はい、その点について簡単にもう少しご説明いただけますか。その前に申し上げたいのはですね、はい、私はもう一度ケベックを訪れました。それは2008年の7月で、これはケベック市においてですね、世界遺産委員会が開かれたからでして、でケベック市はですね、1985年にですね、世界遺産に登録されて私は最初に訪れたのはその前でしたけども、まあ、しっかりですね、私は関係したのをよく覚えております。で、同時にやはりこの世界遺産というのは自然とそれから文化遺産と両方を対象にしておりまして、まあ、ケベック州には自然遺産もありますが、そちらは私まだ訪問していませんけども、この文化遺産は有形の動かすことのできないこの文化遺産を対象にしています。これは重要ですけども、人類の文化遺産というときには、そういうものに限定されなくて、もう一つやはりでも人から人に伝えられる、無形の文化遺産というものがあります。で、これはケベック市はやはり大事にしておられて、で、私が帰国してからですけれども、まあ、2010年の4月に無形文化遺産について国際的なシンポジウムをですね、お会いになられて、私も参加いたしました。で、それからこれを私は2003年に受諾いたしました。ただそれでもですね、人類の文化に関してまだまだ全ての面を網羅したので、やはり現代の文化を中心にしたものが必要であるということで、カナダとフランスが本土、特にカナダではケベック州がですね、イニシアティブを取って提案されて、私はすぐ直ちに賛同いたしました。ただこれは政治的な背景もあって、このアメリカなどが反対しましたので、交渉は難航しましたけども、最終的には2005年の秋にですね、成立して、ユネスコとしてですね、この文化の多様性に関する文化的、失礼、もう一度申し上げます、文化的表現における文化の多様性条約ということでですね、
もうすでにですね、100以上の参加を超えて、非常にいい形で動き出して、非常に嬉しく思っております。ですから、この3つの条約ですね、世界遺産条約、無形文化遺産条約、それから、文化的表現における文化の多様性条約、この3つが、ユネスコのですね、文化関係の条約の中核になっていると思います。そういう点も加味しまして、今後その日本はこのケベックとどういう関わりを持っていくべきか、また日本としてそのケベックから何を学ぶべきかという点についてお聞かせいただけますか。私は まずですね、文化に関して、日本国民はもっとその日本の文化に関心を持つのみならず、世界全体のですね、文化に関してもっと興味を持つと、いうことが必要であると思っております。で関心を持った上で文化交流を進めるということです。これは日本とケベック州にも当てはまりますので、日本とケベック州においてもっとこうお互いの文化に対してですね、関心を持って交流をですね、進めてほしいと思っています。ただそれだけではなくて、やはりもう一つ、やはり何といっても日本は、経済大国であります。GDP ではですね、中国に行かれましたけど、まだ世界第3位です。で従ってやっぱり、ケベック州と日本のですね、経済交流をもっとですね、しっかり、進めていくということが必要であると思います。ですから、日本とケベック州の交流という点から言うと、やはり文化と経済を二大柱として、進めていかなければいけないと思っています。今日大変お話ありがとうございました。